今は別々だが、実は元コンビだった芸人五線。1. 芋洗い坂係長&田口博正。2008年代にデビューし、その面白いキャラクターで一躍有名になった芋洗い坂係長。本名は小浦一馬さんといい、現在は歌手デビューに再婚にと騒がれている人物です。長い下積みを経験し、やっとテレビに出た小浦さん、実は1989年に田口博正さんとコンビを組んでいました。名前はテンション。田口さんといえば刑事ドラマなどでよく見かけ、この人知ってるというほどの大物ですよね。コンビを組んでいた頃、二人はあまり目立たず、田口さんは俳優業に転身。93年からはドラマや舞台を中心に活躍が広がります。そのため小浦さんはコンビの活動を休止し、名前を芋洗い坂係長に変え、ソロで活動しています。謎のメタボ芸人として知られていますが、過去には田口さんが相方だったなんて驚きですね。 2. 香港&今田耕司。司会で有名な今田耕司さん、バラエティ番組で見かける香港さん、実は30年以上前、二人はお笑いコンビダブルホルモンズとしてデビューしていました。今田さんは上ロース、香港さんは骨付きカルビという一風変わった芸名です。しかしたびたび3時間以上も遅刻してくる今田さんに、香港さんはほとほと困っていたそうです。その後も遅刻癖は治らず、休もうかと持ちかけ事実上解散に。後に香港さんは板尾さんとコンビを組み、今に至っています。最近今田さんと香港さんは昔話をする機会が。二人の対談では当時を振り返り、それでもお前のおかげで今があるんやと香港さんは感謝していました。コンビを解消しても二人は仲のいい友人のままのようで何よりです。 3. 宮川大輔&ほっしゃん。愛嬌のあるお笑い芸人ほっしゃんこと星田秀俊さん。彼は2005年お笑いグランプリでピン芸人として優勝していますが、昔は宮川大輔さんとコンビを組んでいました。宮川さんもドラマや司会でおなじみの有名人ですね。二人は1991年から8年ほどチュパチャップスとして結成しています。当時はナインティナインや雨上がり決死隊とともに6組12人のグループで活動していました。ところが相性が悪かったのか、コンビ仲がいつまで経っても良くなりませんでした。グループが解散すると仕事も激減。これを機にお互いソロでやっていこうと解散。ですがコンビを解消しても面白く売れている2人です。たびたび番組で共演することもありますが、当時よりも元コンビとして楽しくトークしているようです。 4. 飛龍院翔&池田一馬。紅白にも出演し一世を風靡したゴールデンボンバー。 CM やバラエティにとよく出演されていらっしゃいますね。ボーカルの飛龍院翔さんですが、なんと昔は芸人さんを目指しコントをしていたのです。相方はしずるの池田一馬さんで、チョコサラミというコンビ名で活動していました。飛龍院さんは高校卒業後NSC に入学。そこで池田さんとコンビを組みましたが、不仲が原因でコンビは解散。次に別の人と組んだ名前はやっと笑えたね。やっと笑えるようになったのでしょうか。気になるコンビ名です。売れないままコンビは解散し、今は作曲など音楽活動に専念している飛龍院さんです。時々光るセンスがあるのはお笑い芸人の名残かもしれません。5. 井本彩子&バービー。東京ホルモン娘というコンビで活躍していたのは、今や知る人ぞ知る井本彩子さんとバービーさん。世界の果てまで行って Q で珍獣ハンターとしてロケする井本さんは、だんだんそちらがメインになり、コンビは自然消滅してしまったそうです。ロケ地が海外なので会えないことも大きかったのかもしれませんね。相方のバービーさんは
何度も再結成を申し込みましたが連絡はなし。結局同じ事務所の佐原さんとコンビを組み、フォーリンラブとして活動しています。バービーさんはコントよりも企画の女芸人一芸合宿などで伊藤麻子さん、椿鬼奴さんたちと共演し、相撲を取ったり宴会をしたりしている時の方が面白い気がするのは私だけでしょうか。井本さんがイッテ Q のディレクターさんとご結婚されましたね。そう思うと安室奈美恵さんに会わせるという企画にも愛があったのかなぁなんて思ってしまいますよね。末永くお幸せに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。